浜風親方は今日午後県庁を訪れ、村井知事に夏の大相撲仙台場所の開催を報告しました。お久しぶりですよね。そうです、はい、コロナも乗り越えて、何かしら、後押しができるように、お協力させていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今までと違ったですね、はい、新たな盛り上がりがあったのではないかなと期待しております。はい、はい、仙台市出身の浜風親方は大相撲の元幕内力士で、現役時代は五条楼のしこ名で活躍しました。仙台での巡業は4年ぶりの開催となり、浜風親方は力士との触れ合いも楽しんでほしいなどと話しました。皆さんも、いろんなことを我慢されてたと思うので、相撲を見に来ていただいて気分転換となればいいなと思っております。気軽にサイン等もしてくれると思いますので。大相撲仙台場所は8月6日に青葉体育館で開催され、収益金の一部は東日本大震災の復興支援として県に寄付されます。